おはようございます。8時55分。いやー、めっちゃ寝たな。晴れてる。あんまり寒く感じない。まあ、ダウンとか着てるけど。ちょっと朝ごはん食べに行こうかな。朝ごはん、まずコーヒー。これさっき地図見てて気づいたんだけど、この山がガンガプルナっていう山で、標高7000なんだっけ、900メートルぐらいかな、なんだけど、このガンガプルナのほんと真反対側にアンナプルナベースキャンプがあるんですよね。4年前に行ったことがあって、でアンナプルナベースキャンプからもこのガンガプルナが見えるんですよ。そうだからもう今その4年前に見たガンガプルナの真反対側から見てるっていうね。なんかそれに気づいた時感動した。あとはこの山がアンナプルナ3。僕の部屋は今いるところの真下、このはしご階段か、この階段で登ってきて屋上、めっちゃ気持ちいいな今日は。こっちに行くと、ゴンパが、あ、見えた、あれか。あの奥に多分、ゴンパがあるんですよね。マナンゴンパって、マップには書いてあったけど。で、後で行ってみようかな、マナンゴンパ。あと、真向かいに、パーミッションのチェックポストがあるんですよね。だ明日の朝、まあ別に今日行ってもいいのか。後で行こうかな。で、今映ってる方が歩いてきた方、向こうからずっと歩いてきた。すげえな、この上の方が見えるな、よく。まあそれはそうだけど。で、まあさっきも話したこの山がガンガプルナで、このなんか今指でこうやってるとこがあれが氷河なんですよね。氷河ガンガプルナの本当に向こう側に行くとアンナプルナベースキャンプがあって、だからそうだな、向こうとかにアンナプルナサウスとかがあるのか、多分アンナプルナサウスとかアンナプルナワンとかがあるのかな。そうだな、多分そうだな。であれがアンナプルナ3、この間はちょっとよくわかんないけど、おっ、よっと、昼間はあったかいな。まあダウンとヒートテック着てるけど、まあダウンとヒートテック着たら外いても全然寒くないね。あったかい、ポカポカしてる。さっきこの宿の人に、なんか明日からのルートのこと聞いてて、なんか本来というかアンナプルナサーキットの王道だとこのマナンの後は、ヤクカルカっていう村まで行って、あ、ちょっと息が上がってきた。 ヤクカルカから、まあ、トロンフェリーとか、ハイキャンプっていう村まで行って、
でそっからトロンパスっていう 5400m ぐらいの峠を越えてムクティナートっていう町まで下るんですけど、まあ、それが最短なんですけど、まあ、僕はちょっと寄り道して、まあ、明日はこっからなんだっけな、カルサーっていうちょっと名前が違うと思うけどカルサーみたいな村に行って、でそっからティリチョベースキャンプっていうところまで行って、でティリチョベースキャンプからティリチョレイクっていう湖まで行って、でそこはティリチョレイク行ってからあのまたアンナプラサーキットのルートに戻ろうかなと、ヤクカルカからの、ハイキャンプからの峠越えって感じ予定では。散歩ちょっとあそこのゴンパマナンゴンパ行ってみる。こっちがゴンパラだと思う。そうだね。ああトロンラ、これは何日か後に越える峠の名前なんですけど、向こう行ったらそっち方面ってことなんだね。ここに郵便局もある、エリアポストオフィス。村の案内板にかマナンゴンパって書いてあるんだけど、ここら辺のはずなんだけどね、見当たんない。今場所を聞いた、こっちらしいな。あ、こっちは通れないのか。なんか赤い屋根の建物があって、あれがマナンゴンパって教えてもらった。あ、あれだ、見えた見えた、あれがマナンゴンパ。ちょっと行ってみよう。今マナンゴンパ入ってきて、この建物なんですけど、入った後に気づいたんだけど、入り口になんか案内板があって、フォーツーリスト、AM10AM11 って書いてあって、あと、PM5PM6 って書いてあって、だから旅行者は、まあ、10時から11時の間、あとは夜の夕方の5時から6時の間は入れますよっていう案内が書いてあって、僕今11時過ぎてたんですけど、あのそれ知らなくて、で、まあ、なんか人がいっぱいいたから中に入っていいですかって聞いたら、入って入ってって言われたんで、中入って一応お参りしてきました。あの多分今お勤めやってんのかな、多分ずっとやってんのかな、わかんない。またでも夕方5時から6時の間旅行者入れるみたいだから、ちょっとまた夕方行ってみようかな。あの正面の丘の上にスリ短期チョーリングアスモナストリーっていうお寺、チベット仏教の寺院があるので、ちょっとお散歩ついでにのんびりと登りに行きます。はあ、振り返るとこんな感じで、マナンの村が見える。さすがに 3500m ぐらいになると、もう歩いてるともう酸素の薄さを感じる。結構この登りきつい。上まで来たけど、今日は、モナストリー寺院は閉まってるらしい。まあ、確かにすごい工事してんだな、そこ。まあ、あとは Google マップにも臨時休業って書いてあって、まあでもそういうのよくあるから、 Google マップってあんまり当てにならないから、臨時休業とか、特にあの海外ネパールとか、まあ、だから来てみたんだけど本当に閉まってた。まあいいや。まあいいや。
高度順のお散歩ってことで、今日は昨日とは違うとこでネパリコーヒーと焼くチーズブレッド、これ焼くの、ミルクで作ったチーズを使ったパン、まあ、300ルピーめっちゃでかい、アメリカーノはネパールのコーヒー豆を使ってるらしい。230ルピー。誰もいない、店員もいない。店員はどっか行った。今 4日前ぐらいかな、タルチョックの手前の道で出会ったアメリカ人と再会した。僕が部屋で休憩してたら、なんか部屋、なんかロッジを覗きに来て、なんかマナンじゃなくて手前のブラカっていう村に泊まってるらしいんだけど、なんか何日かブラカに泊まったらまた マナンに来て泊まろうと思うからみたいな、それで宿見に来たって言ってた。でその彼がおすすめって言ってたモナストリに今から行ってみる。この上にモナストリ寺院が、チベット仏教の寺院があるんで行ってみる。歩いたら暑いかなと思ってダウン脱いできちゃったけど普通に寒い。あとこっちから行けんのかな。今泊まってるマナンの村、なんか手の先とか足の先が痺れるだよなと思って、なんかそれはあの高山病の薬のダイアモックスの副作用らしいね、まあ、効いてる証拠なのかもしれないけど、今もなんか足の先っぽが痺れてる。ふう、ああ着いた。マナンブージェック群馬、ほう、ここも旅行者向けに開放してる時間があるみたいで、夕方4時から6時って書いてあった。まだ3時半だからな、まあ、ちょっと待ってみようかな。ただ寒いな。今ネパール人のガイドみたいな方が来たけど、今日はもうオープンしないらしい。朝午前中なのかな、空いてんの。残念。ちょっと下ってマナンゴンパにもう一回行ってみようかな。そしていやだんだんと日陰になってくるから、ほらもう早く戻ってダウンを着ないと。寒いね、風も強くなってくるし。これどこに行くんだろうな。マナンの方じゃないよな。夕飯ベジダルバート。